揉まれてます。あ、飲んでるよ。仕上がってます。仕上がる。よろしくお願いします。あー、はい。どう？胃が痛い。いや、俺たちはもう食らってるよ。なんかあれなんで、衝撃がこれ逃げない。逃げないですね。せーの。うわっ。もうあどこまで行ったらおたちゃんが怖いか。本来やりたいですよね、うん、絶対そうです。絶対そうです。やばい、虚実も使われてるんで目見たら騙されてる。ウィーバー、これいきなり始めますけれども、はい、前回先生のあれやばかったんで、ちょっとこれ持ってこないでやばいか。先生これで、これ阿部先生これにじゃう。いやいやいや、いやこれ触ってもいいですか。はい、これがレベル4アーマーってやつ。これが AK とめるんです。あ、そうなんですか。それからこう壁抜いちゃうんですけど、いや前回、はい、おおーってきたんで、はい、やっぱちょっとこういうのを中に仕込んどかないと。そうですね、ちょっとこう浸透させられるとやばいから。ね、絶対浸透しないですね。けど逆に先生これを浸透すると、いろいろ神と特殊部隊の方とかと、もしかしたら先生が昇華とかでだったら行くかもしれないですね。って言ったら、はい、また、はい、そういう機会も先生と研究して、はい、国語のために頑張りたいと思います、はい、視聴者の皆様、ここにサムネ貼ってますけれども、はい、前回のコラボでですね、雨宮先生が皆川先生に鎧同士を締めたもん。ここまだご覧になってない方は概要欄にリンク貼ってますので素晴らしいです。ご覧になってください。あの1本目からね、はい、皆さん見直してください、はい、なぜこのような感じなのかは、はい、1本目見てください、はい、ということでですね、はい、前回の動画のラストに言いましたけれども、言いましたね、試合の試合が見たい、まあ、本当にそのなんていうんですか、さっきの間合い、その空気感を作っていただきたいということで、素手の間合いと担当を持っての間合いが違うのかっていうお互いに解説していただければいいなと、はい、そうした企画でございます、はいはい、まあ前ですよね。例えば今太田ちゃんここ下見てもらう真ん中、じゃあ どこまで行ったら太田ちゃんが怖いかっていうね、フェンシングでもそうですし、まあそれでこういうふうなクローズクォーターコンバットっていうのを作ってるんですけど、その辺をちょっと解説できたら。はい、アニメさんどうですか。いやもう怖い、うん、もう入り口からね、もう帰ろうとしてるのかっていうね。でもね、うん、今日会った時はね、アニメ先生の顔がどんどん生き生きしてくる、うん、本当ですか。確かに、やっぱり田中先生のあの時から、はいはい、結構呪われてたんですけど、今呪いがなくなってきました。今なんかスーッと顔色が良くなって、うん、武術家としてやっぱりこう今楽しいんだなっていうのが、うん、そうそうそう、武術家の本能じゃない、うん、戦うんだって、こう楽しくなってきてるんだ。本当にやりたくしょうがない。やりたくてしょうがない。やりたくない。やりたくない。本来はやりたいんですよ。本来やりたいですよね、うん、絶対そうです。絶対そうです。自分やりたくないと思ってるけど、うん、やりたいんです。血がね、そうさせるのよ、うん、じゃあ、タブちゃん、はい、もう本当に20秒もいらないですから、はい、はい、じゃあ、その辺のところを、わかりました、いいところでもうおしまいということ、はい、僕が入らさせていただきます。じゃあ、お願いします、はい、はいはい、ありがとうございます。
先生、ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう、ありがとうございます。もう精神切れるかと思ってプロ、やばい。あーすごい、やばいね。この下腹部行こうとするんだけど、うん、懐が深すぎて、はい、うん、久しぶりに明治神宮のあのおっかないおじさんたちに習ったことを思い出した。懐は武術家、うん、武道家っていうの。先生とね、ずっとお付き合いしてて緊張したってことは初めて聞いた。うん、緊張したよ。 やっぱりこう詰めようかなと思うんだけど、こう大きいからとってもいい、言ってもこれやれるでしょ。逆に雨宮さんどうでしたか。いや、すごい。いや、もうナイフ持ってないんですけど、もうナイフが見えました。打撃の攻防じゃないですよね。もう本当に武器を持ってるとしか、もう最初から見えなかったです、うん、先生の目線がもう見えないんですよ。あれです、あの虚実も使われてるんで、ゴーグルなくても多分目見たら騙されると思いますね。いや、怖かった、うん、今度はね、うん、今ナイフが見えたって雨宮先生おっしゃったけど、うん、断剣持ってやっていただきたい。担当同士でな。タクチャンネル石井東京でやった時もほら、ナイフ戦やった時に宇宙師匠って一切こういうのしないんですよ、本当は。どうぞどうぞなんですよね。そこに殺すよっていう、あのするとみんな苦笑いして、ちょっともう勘弁してくださいっていうのがあるんですけど、だから似てるっていうかね。だからナイフもたくさん、これ握るものが、でも先生握るものがあったら、ちょっとやっぱナイフが見えてたってやっぱ先生でもそれも日本の考え方というか動きですよね。イリミですよね。やっぱ前に必ず入って戦うってことですよね、先生ね。最初は実践できなかったんですよ、怖くて、はい、引いた方が楽だし、はい、でもその俺のあそこに写真あるんですけど、あのさ、あれ高橋っていう、はい、特撮宣言の軍長が入れ、日本人がお前ジム天皇を引くわ、入れ、一歩ずつ前に入れって言われて、それでなんか教育されたよ。クレムサシの時も、はい、先生にいただいたセリフです。下がるな侍だろ。下がるな侍だろ。そうっすね、下がるな侍だろ。そうっすね、侍は下がらない。切られてもこう、もう耳落ちても腕落ちても下がるな侍だろ。タクチャンネル。これ、これ、はい、かしまって、はい、もう次は先生動かないですね、多分。はい、多分。いや、ちょっと1ミリずつはちょっと足をこう、ね、持ち方はね、使うしらこうは持たないですね、鹿島。小指、うん、この実寸で、はい、行ってみましょうか。わかりました。はい、鹿島は左手なんで、左です、左、左。とにかく俺も言われたんです、ずっと左手、左手、はい、俺右手マシェと思ってたんですよ、はい、左と陰と陽がこう、はい、先生左でちょっと持ってみてください。こっち、あの左手でこっち螺旋で俺の首につけてもらっていいですか。おっそー、はい、これで、あの終わりです。切るんで、後輩ちょっとこう切ってもらっていいですか。こう、袖すりっていう。あ、はい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 、ちょっと先生やってみてもらって、はい、なるほど。これもう、なんか俺もはい右利きなんで、右で左でも左です。で、左を隠すんです、はい、手の内に左手を、はい、
あ、そうです。そのこの通りです。はい、この通りです。はいはい。そうすると、ここ、螺旋状に動くんで、こっち、こっち、うん、全部螺旋状に、どんな一刀に来ても絶対勝てます。右で行くと、だ例えば先生、これ、はい、カーンってやるんで、こう、バーンって当ててもらっていいですか。これが、あの、なるほど。そうです、左なんです。先生、これ、はい。で、左回してみてください。はい、これで俺、負けますから。結んだ時に、相手が結んだと思った瞬間に回すってことですか。そうです。なんかこれが秀みたいです。あ、そうなんですね。ちょっと、あの、ケーブル申し訳ございません。あ、申し訳ございません。ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした。今日の作り方が、やっぱり素晴らしいですよね。はい、そう、虚実一体っていうの、あのね、陰陽一体、虚実一体っていうんですよね。はい、もう全部あって、それを一体、だから今日右手が今日これ投げるとキャッチするでしょ。そうすると左手でこう、なんかそういうのがすごくて、はい、でそれがその国出川先生が作ったのか、その鹿島神龍と言われる何千年前からあるのかがとか分からなくて、はい、自分のところはやっぱり国出先生すごい好きで、はい、国の武道を守ってくれ、俺もなんか、もしなんかこういうご時世になんかあった時は、武道を守りしようです。あ、もちろん、もちろん、その、この武道を絶対的に先生守りしようね。はい、タクチャンネル。いやでも本当に緊張感があって良かったですよね。で、本当にさっきも言いましたけども、虚実がすごいですよね。まあ、稲川先生も、虚実一体っていうふうにおっしゃってましたけども、まあ、何でもこう、2つ1つがうち の、まあ、あの実技にもなってますけども、あの理になってるという考え方が結構日本の武術武道で多いんじゃないかなって。いや、本当ですよね。はい、やっぱり武術はそうなってますよね。はい、はい、ということで、はい、緊張感がね、辛い、うん、越しに人民と伝わって、うん、師匠たちも伝わったかなと思いますんで、うん、このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたします。はい、チャンネル登録の方よろしくお願いします。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ウィーバー坂口か坂口か坂口か